ドナルド・モースは、著作家、政府官僚、記者、発明家、教授、米国ニューヨーク生まれ、国防総省、国務省、エネルギー省 OB であり、日米関係研究の第一人者と呼ばれている。柳田国夫の、遠な物語の英訳者、新型インフルエンザ対策用マスクの発案者、株式会社 S インターナショナルジャパンの最高顧問、 ジョージ・ H.W. ブッシュ前大統領上院議員、ポール・サイモンと党の市長から党の市文化賞を受賞1974年から1981年にかけて国防総省、国務省、エネルギー省で政策立案、分析に従事。この後、ウッドロー・ウィルソン国際センター、米国議会図書館特別補佐官、米経済戦略研究所副所長などを歴任。 1993年12月メディーランド大学国際プロジェクト部長92年6月日本の郵政省郵政研究所客員研究官兼任カリフォルニア大学ロサンゼルス校歴史学部日本学科教授ネバダ州立大学教授タフツ大学のフレッチャー法律外交スクールの国際ビジネス教授1996年9月タク大学教授 リサーチコンサルタント会社、アナポリスインターナショナル社社長。産経新聞で日本の政界、官界、経済界、有識者、ジャーナリズムの4分野で日米問題に影響力を持つ100人を選び、日本版、モースターゲットを作成した。米政府にも提供され、日本に対処する際の有力な指針となった。柳田国夫の英訳党の物語を出版。 2012年、党の氏より、党の文化賞を受賞。東京新聞2000年6月27日、会社案内、AS インターナショナルジャパン、2020年12月15日、閲覧 AB ロナルドモース人名辞典、東京新聞1995年5月9日、ニュースウィーク1994.2、QP19、産経新聞2003年1月19日、 リターンオブザモールストジティナポリシーポイント2017年2月3日平成24年受賞者受賞団体等の文化研究センター2012年10月4日ありがとうございます